さあ始まりました、赤ペン滝川の映画添削。どうも皆さんこんにちは、私映画コメンテーターの赤ペン滝川でございます。いやー、資格って大事だなとこの年になってね痛感してるわけですよ。持っていて損はない資格いろいろございます。例えば社会保険労務士、公認会計士、税理士。でもね、最近一番大切だと思う資格を見つけました。それがこちら、インフォーマー3秒間の資格。これ一番大事、これが一番大事ですよ。もう具体的に生死を分ける3秒間の資格ですからね。そしてこの作品もまあ面白かった。出演は誰かっていうと、ロボコップのジョエル・キナマン、そしてゴーンガールのロザムンド・パイク、そしてクローサーのクライブ・オーウェンと、まあキャスティングは地味だがかなり俺好みでございます。そんな今回の作品、インフォーマー3秒間の資格、一体どういう物語なのかというと、キャッチコピーちょっと見てみましょう。こちら、 FBI に裏切られた情報屋の脱出劇。要素が多すぎるんですよね。まずこのね、 FBI に裏切られた情報屋、この上の句は何事かと、主人公はジョエル・キナマン扮するピートさん。彼は元狙撃兵なんですけれども、退役後に町の飲み屋で喧嘩してしまって、当たりどころが悪くて相手を殺害してしまった。懲役20年と言われるんですけれども、 FBI と取引をし情報屋となったんですね。つまり刑務所に入らない代わりに FBI の手先として働けよっていう男でございます。そして映画は彼が情報屋として最後の仕事に取り掛かるところから始まります。この仕事が無事に終われば、愛する妻と娘と共に暮らせる。その最後の仕事とは何かっていうと、麻薬の売人として潜入していた麻薬組織の壊滅作戦でございます。ピートさんはね、 FBI と共に異常な緊張感で現場に向かうんですよ。しかし途中で大事件が勃発します。案内人が別現場に寄り道しちゃうんですね。ピートは思うんですよ、早く本来の作戦に戻りたいぜと。しかしここで予期せぬ騒動が発生してしまう。なんと壊滅作戦は中止になってしまうんですね。もうこの時点でピートはかなりの四面楚歌でございます。だってね、麻薬の売人として取引を潰したので、その組織のボスからも怒られるし、情報屋としても作戦失敗なので FBI からも抜け出すことができない。この失態を見て麻薬組織のボスが命令するんですね。麻薬組織の売り上げ維持のため、ちょっと刑務所に戻って刑務所内部の麻薬取引を仕切ってくんねえかと。そんな無茶なって話ですよ。せっかく出てきたのにちょっと刑務所に戻れって言われちゃうんですね。そこでピートはこのボスの命令を FBI に相談しました。すると FBI が言いました。その作戦いいね。はぁっていうね。いや、じゃあ刑務所内の麻薬取引の証拠を集めたら送ってちょうだいと。その証拠で組織を潰すから。いや待ってくれと、お使いが多すぎるんですよ。しかしこの任務を終えないと家族の元には戻れない。結局ピートさん刑務所に逆戻りでございます。しかしそこではさまざまな罠が待っていたんですね。 FBI から切り捨てられ、刑務所内に潜んでいた全組織から狙われまくり。さあ果たしてピートは全てのミッションをこなし、家族の元に帰ることはできるのか。刑務所から脱出するために命を懸けた3秒間とは一体何だったのか。見渡す限り敵だらけ、絶体絶命のピンチを覆す大逆転劇が始まります。インフォーマー3秒間の資格、11月29日全国ロードショーでございます。以上、赤ペン滝川の映画添削でございました。刑務所内の麻薬組織に潜入した FBI の情報屋。 I didn't know anything about this operation. Burn him. It's an order. I'm coming for payback.I'm not getting out of this. We looked him in the eyes. We made him guarantee. 脱出の鍵を握る、すべてを出し抜く一瞬。インフォーマー3秒間の資格。